手で蹴りをつけてやる。知ったような勝負じゃねえか。そうか、ゾッドの牛バカが言ってたのはお前さんか。こりゃ思いもよらぬ前夜祭になりそうだな。さあ遊ぼう。震えちゃって、クロイン騎士団心得、戦闘やんとエキサイティング、そういうこと忘れちゃダメだよ。Thank you.
上。まだついてくるのか。よし、火で奴らを焼き払ってしまえ。連中は秋っぽくていけねえ。自分の剣で通用するのか本当に。
前に出やがれ貴様。もう飽きた。殺す。なんだこれは。あ、それドラゴン殺しだよ。昔国王から不令があってな、ドラゴンを撃ち殺せるような剣を献上。そこで俺は鍛えてやったのよ。言われたままにドラゴンをぶっ殺せる剣を。殺せるんですか？これなら本当にドラゴンを殺せるんですか？ドラゴンってのが嫌な。おめえの友達は何やらドラゴンとでもやり合おう形相だな。やつには二の勝ちすぎる相手なんじゃねえのか？ドラゴンってのは人間の手に負えねえからこそドラゴンなんだぜ。
名工とか言って町じゃすんごく有名なんだから、何でも作っちゃう天才だったんだ。すごい。リケルトもやってみたら、父ちゃんに教えてくれるよう頼んであげる。やるっきゃねえよな。いないのか、生きてる奴はいないのか。ジュド、ピピ、コルカス、切り込みたい。キャスカどこに行くんだ、返上しろ。
だからいないんだよな。出てこいよ、早く。Thank you.
く。闘争心だわ。この坊やが一族になったなら素敵でしょうね。だが、奴はインガリスによって選ばれてはいない。一族にはなれん。やるっきゃねえよな。何も考えずに殺し尽くせばいい。
左手の義手、ずいぶんごっついが。リッケルトが何か仕込んだとか言ってたな。兄ちゃんすげえ剣持ってんじゃねえか。置いてってもらおうか。この場からとっとと消えた方がいいぜ。死にたくなかったらな。はあ、何言ってんの。死ぬのはてめえの方だ。待った命乞いか。もうせえ、今更聞けねえよな。どうやらそうみてえだ。もうせえ。バケモン。烙印が薄く、亡者ども早速来やがった。
ざわざ生き残るかよ。やるっきゃねえよな。左手の義手、ずいぶんごっついが、リッケルトが何か仕込んだとか言ってたな。兄ちゃんすげえ剣持ってんじゃねえか。置いてってもらおうか。この場からとっとと消えた方がいいぜ。死にたくなかったらな。はあ、何言ってる。死ぬのはてめえの方だ。まったく。命乞いか。もうせえ、今さら聞けねえよ。もう一度、早速来やがった。
ち上げることができなければ意味のねえ鉄の塊。俺の戦向きじゃねえか。何も考えずに殺し尽くせばいい。
かわいそうにあのエルフ。五箇条の連中には領主でも手が出せねえんだ。関わらない方がいい。あ、そこのお兄さん助けてよ。なんだお前。あ、見かけねえ顔だな。俺たちに何か用あんのか。こいつら悪いやつなんだ。そのでっかい剣でやっつけちゃってよ。なあ、こっち。てめえこいつの仲間か。いや。ええー、そんなこと言わないで助けてよ。大層の獲物持ってんじゃねえか。話を聞かせてもらおうか、黒い剣士さんよ。面倒だな。仲間に何
してくれてんだ。盗賊団の首領は人質を取ってるんだ。でも誰も帰ってこなくて。いやいや、うるせえな。俺に関わんじゃねえ。
黒い剣士、ここで殺す。
それは生贄の焼き印。貴様はゴッドハンド。5人のゴッドハンドはどこにいる？知らん、知らんのだ。あの方たちのことは我々使徒の思い及ぶところではない。本当だ。ゆっくり味わいな。自分の体が焼けただれるのをよ。うわ、待ってくれ。死ぬのは嫌だ。待て、助け。ベルセルク。それは剣というにはあまりに大きすぎた。大きく分厚く重く、そして大雑把すぎた。それはまさに鉄塊だった。いたいた。よう元気。チビ、なんでお前がここにいる？パックだよ。名前覚えてよ。面白そうじゃん、魔物なんてさ。神話や詩人の歌でしか聞いたことないもん。マジモンだぜ、マジモン。お前に言えた義理かよ。悪いけど俺にはペットを飼うつもりはないぜ。ついでに言っとくけどな、俺は嫌いなんだよ、お前らエルフってやつがさ。なんでだよ。弱いからさ。ムカつくんだよ、弱いやつを見ているとひねりつぶしてやりたくなるね。やるっきゃねえよな。ねえガッツ、首んとこにある紋章みたいなの何？烙印だ。こいつが悪霊を呼び寄せる。奴らは生贄を求めてどこだろうと現れる。生贄？過去に何があったんだろう。一体何がガッツをこんなにさせたの？何も考えずに殺し尽くせばいい。
だが晴らすまでは。まずいよねこれ。祈り続けたのに。
まだついてきてやがんのか。何しようが俺の勝手じゃん。まあそうだが、それにしても会うたびにボロボロだね。俺が直してやろうか。目障りだ、消えろ。ガッツ